新年明けましておめでとうございます。ニューヨークヤンキースの田中将大です。今回ネットドリーマーズさんに僕のオフィシャルサイトのスポンサーに就任していただきました。藤田七子騎手との対談、2020年の日本ダービー予想、サイングッズプレゼントなど、ネット競馬さんと一緒に僕の大好きな競馬を熱く盛り上げていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。もともと小さい頃から競馬ゲームが好きでよくやっていたんですけど、ネットで馬券を買えるっていうのを知って、もともと興味があったので、まあ、そこから真剣に予想して買い始めるようになったっていう感じですかね。スタイル、まあ、なんか自分なりに根拠というかそういうものを見つけて、まあ、それで予想していくって感じですかね。とかまたそういう自分なりにいろいろとこう理由付けて、はい、もうその時その時によりますかね。それはバラバラでそんな決まったっていうのはないですかね。メタも買いますし、三連服も買いますし、ワイドも買いますし、生まれも買いますし、単服買うこともあるし、いろいろです。本当にそうですね。まあ、まだそんな数多く競馬場でレースを見たっていうことはあんまりないんですけど、まあ、個人的に印象に残ってるのはオルフェーヴルの引退レースっていうのは印象深かったですね。いや、渡米して1年目の時は一度そのキャンプ地のすごいローカルなところに1回行きましたけど、それ以外は1回も行ってないですね。っていうのはまだ出会えてないかもしれないですね。なんかそこまでなんか思い入れがこう強いというかっていうのはまだいないかもしれないですよ、ね、私はかもしれないです。それは藤田ならこうジョッキーですよ、もちろん。それは当然ですよ。いやでも本当真面目に2019年本当に飛躍された年だと思いますし、そっからその次の年っていうのはまた周りからの見られ方っていうのもあるだろうし、期待値っていうところもまた上がってくるだろうし、そこの中でまたどういう活躍をされるのかっていうのは、本当に注目していきたいと思ってます。帯封を手に入れる。ないです、ないです。そんな買い方してないんで。いや、うん、その手に入れられるなら手に入れたいですよ。そうですね、使いますね。専門家の方の予想されているものを見たりとか、そういうので使っています。いや、いろんなその自分が買おうと思っているレースに対してどういう感じでこう理論があって、こういう馬が推奨馬ですとか、そういうのをまあ見ながら自分のと照らし合わせてみたいな感じですね。特定の人っていうわけではないです。難しいですね。まあ、でも物語なんで、いろんな物語があるし、うん、それはずっとこういろんなところから血がつながって、まあ、ブラッドスポーツだと思いますし、そういうやっぱ物語があると思いますね。